だから二股したい。これはもう二股するしかないと。二股するしかないと。二股するしかないと。は？は？は？もし咲ちゃんが認めてくれるなら、正々堂々二股したいと。やっぱりこんな嘘ダメだ。俺は水瀬さんと咲ちゃんと二人、おりゃー、なんと俺たちは誰その子と、と、いいんじゃない、おりゃーそう、咲ちゃんのことがもっと知りたくて、どんな咲ちゃんも必ず受け入れるよ。いいと思う。